カルガリーはカナダ海軍のフリゲート、カナダ商会フリゲート計画により建造されたハリファックス級フリゲートの6番艦で1995年に収益した。カナダ海軍の太平洋海上軍に配備されており、エスクイマルト基地を母港とする。カナダ海軍の同盟の艦艇としては第二次世界大戦中に収益したフラワー級。 コルベット、カルガリーに続いて2隻目である。ケベック州、ローゾンのミルデイビー造船ローゾン造船所で1991年6月15日に寄港され、1992年8月28日に浸水、その後、1995年5月12日に収益した。1995年7月10日。 イラク制裁を強化するための戦力の一部として、ペルシャ湾に展開した。キロの途上で、沈没したバラズミミ貨物船マウントウリンポスを救援、乗組員30名全員をヘリコプターで救助、貨物船ロドピへ移動した。12月22日、エスクイマルト基地に帰島した。1999年、ディーゼル発電機が一気故障した状態であったが、米豪合同軍事演習。 タンデムスラストにカナダ軍として初めて参加した。2000年、イラク制裁を強化する戦力の一部として、再びペルシャ湾に展開した。2011年6月6日、18ヶ月間かけて、HCM、フェレックス計画に基づいた、中間寿命回収及び近代化を行うため、シースパンマリンコーポレーションのビクトリア造船所に引き渡された。 2012年6月1日、カナダ海軍に戻り、2013年周期まで海上試験が実施された。2014年6月、艦隊平洋合同演習に参加した。2014年のリムパックには中国海軍が初めて参加した。2014年10月、同系艦のウィニペグ・キングストン級小海艇、ブランドン及び、 イエローナイフと共にサンフランシスコフリートウィーク及び米海軍とのタスクグループ演習に参加した。2015年10月、同系艦のバンクーバー、ビクトリア級潜水艦、シクティミと共にタスクグループ演習に参加した。2016年6月、バンクーバー、キングストン級潮海堤、サスカトゥーン及びイエローナイフと共に艦隊併用、合同演習に参加するため、 エスクイマルト基地を出港した。2018年10月、北朝鮮の密輸取締り活動に従事し、台湾海峡を通過した。ありがとうございます。